はどんな課題出されるんだろう。緊張するな。この間生物画の課題書いた時は立体感が甘いって言われちゃったし、前よりはマシになってきたとは思うんだけど、まだまだ全然だな。でもそんなことで落ち込んでられない。今日は前よりもいい絵を描いてみせる。それは、表現したかったのか、か、先生の言う通りだ。あの絵はそれっぽく描いただけで、私自身が表現したいものは込められてない。少しは成長できてるって思ってたけど、やっぱりまだまだだな。えなちゃん、お疲れ様。大丈夫？ああ、うん、大丈夫。いつものことだし。今日の課題難しかったよね。私もイメージ課題って苦手だから、何書こうかすっごく悩んじゃったな。え？双葉も？
私はどちらかというと目の前にあるものを描く方が得意だから、いつも先生には独創性が足りないって言われちゃうし、イメージ課題では厳しく言われることが多いから緊張するんだ。今日もまだありきたりだって言われたけど、私が表現したいことは入れられたからちょっとだけ前に進めた気がするな。前に進めた。そっか、そうだよね。双葉もみんなもきっと私よりもしっかり考えて課題に向き合ってる。私もちゃんと向き合わなきゃ。みんなに追いついていい絵を描くために。雪平先生。この課題持ち帰らせてください。私納得できる絵を絶対に描き上げてみせますから。はい、ありがとうございます。えなちゃん。今日は委員会、予定より早く終わったな。どこか寄って勉強するのもいいけど、お母さんを心配させないように早く帰ろう。ただいま、お母さん。お母さん。リビングにはいない。今日、どこかに行くって話は聞いてなかったけど、買い物に行ってるだけかもしれないし、部屋で勉強してよう。どうして？お母さん、何してるの？うん、委員会早く終わったんだ。だから家で勉強しようと思って。ありがとう。それでお母さんは何をしてたの？調べ物？